バダホスは、スペイン西部エストレマドゥーラ州に属するバダホス県の県都である。ポルトガルとの国境のそばに位置し、グアディアーナ川の左岸に面する。2012年時点で、の人口は15万2270人であった。パルマス門、バダホスには、死教座が置かれている。ムーア人の城の遺跡をいただく高台に築かれ、グアディアーナ川を見下ろす位置にある。 堀のある頑丈な紙壁に囲まれ、いかめしい外見を見せる。城のある丘とサンクリストバルの要塞の間を流れる川には花崗岩の橋が架けられている。バダホスの外見は厳しい歴史を思い起こさせる。カテドラルも京壁のある要塞のような姿をしている。アルタ広場、バダホスには戦史時代から人が住んでいた。 都市は875年にアトウマイア朝の軍人で反乱を起こしたイブンマルワンによって築かれた。1031年には大ァの一つ、バダホス王国の首都となった。1168年に短期間ポルトガルに支配された後に独立を保ち、1229年にアルフォンソ九世に奪われた。この都市は国境の要塞として何度も包囲攻撃を受けてきた。 1660年にはポルトガルに、1705年にはスペイン継承戦争の同盟国に行為された。スペイン独立戦争では1808年と1809年にフランス軍に攻撃されたものの、この時には持ちこたえた。しかし1811年3月10日にはスールと元帥のフランス軍に降伏した。この時はウィリアム・ベレスフォードの率いるイギリス軍がバダホスを、 奪還しようとし、5月16日にアルブエラの戦いで救援軍を破ったが、6月には行為は放棄された。1812年にアーサー・ウェルズリーはフランスの部隊5000名を要するバダホスの奪還を試みた。3月16日にバダホスの戦いが開始され、4月初めには死壁に3つの突破口が開かれた。4月6日、イギリス軍ニコシが この突破口から吸収した。この攻撃は5時間にわたって続けられたものの、損害が大きく何度も押し戻された。5000名の死傷者を出して、ウェリントン公はバダホスを占領した。1883年8月、軍と共和派による反乱がバダホスで起こったものの、これは失敗に終わった。1930年代後半のスペイン内戦の際には、 1936年にバダホスの戦いが行われ、反政府勢力であったフランシスコ・フランコ軍が勝利した。共和派の多くが闘牛場で処刑された。自治体市長は、エストレマドゥーラ国民党のフランシスコ・ハビエル・マルティネスで、自治体表議員は、エストレマドゥーラ国民党、17、エストレマドゥーラ社会労働党、8、IUVCX、2となっている。バダホスは、 バダホス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。テルセーラディビシオンに所属するサッカークラブ CD バダホスが本拠地を置いている。ありがとうございます。